入れ替えてですね、それぞれどんな雰囲気が入っているかという問題です。まず一つ目はここにあるレズメという単語です。でこのレズメ、皆さんこんにちは、大牛です。この動画はですね、森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語という単語帳の中のですね、チェックテスト2の1番の解説となっております。で、問題を解いていない方もですね、この後すぐ問題を表示して、一緒に解く時間を設けますから、そこでね、解いていただいて、その後の解説に移るようにしましょう。では、いつも通り、まず選択肢から目を通して、どういう種類の問題なのか予想できるか見ていきます。そうすると、from, during, on, to ということで、これすべて前置詞が並んでいるんです。すべて前置詞が並んでいるということは、まあ、文法的にはすべて同じものが並んでいるわけですから、まあ、前後の内容を見て、まあ、意味的にどれが入るか判断していく。もしくはですね、セット的な表現ですね。例えばこういう動詞とかこういう形容詞、こういう名詞にはこういう前置詞がくっつきやすいよね。だからこの前置詞を入れるというような形で、まあ、セット表現か、まあ、意味内容、このどちらかで攻めていくことになります。sent というのは send の過去形もしくは過去分詞形で、まあ、活用はですね、send、sent、sent になりますよね。で、意味としては、何とかを送るという意味ですよね。で、今回、問題の sent の後ろにはですね、a cover letter ということで、まあ、カバーレターという単語が来ています。まあ、これの意味は後で説明するんですが、まあ、とにかく何かしら、まあ、手紙のようなものを送ったんだという意味になるわけです。ここまで来れば、まあ、ある表現を使えばいいんだなというふうに、まあ、確信してほしくてですね、それが何かというと、send a to b という表現です。で、意味としては、まあ、A を B に送るというような意味になります。つまり、A には何かこう、送りたい具体的なものですね。で、B の方には、まあ、それを送り先を書くという表現になります。今回でいけば、この A の部分が A cover letter であって、で、届ける先がですね、届ける先の B が The company になっていますよね。ですからもう確信を持ってですね、 D の to を選ぶことができるということなんです。今回問題に出てきた send A to B という表現に関連して一つのことを、復習したいんですけれども、それが V 人物が、V 物 to 人に言い換えられるのか、もしくは V 物 for 人に言い換えられるのかという話です。で、ここの V 人物というのはですね、この人が O1 で、この物が O2 のこと、つまり第四文型のことを指していると思ってください。第四文型の動詞としては与える形の意味を持つ動詞が使われることが基本です。一番有名なものはもう意味もそのままですけれども、 give 人物という形で人に物を与える、これはもうね皆さん知ってますよね。で、この give も当然与えるという意味でそのままなわけですから、これ第四文型に分類されるわけです。で、皆さん昔中学校の頃とかにですね、 give 人物は give 物 to 人っていう形で言い換えができるよという風に習いましたよね。で、この give のような第四文型で使える動詞というのはですね、前置詞の to もしくは前置詞の for を使ってですね、この人と物の語順を入れ替えることができるんですね。今回問題に出てきた send も送るという意味ですが、send 人物で人に物を送るという意味で使えるんですね。で、これをまあ逆にして前置詞の to を使って言い換えていたのが send 物 to 人、先ほどは send A to B と言ってましたけど、この形なわけです。で、この give と send はどちらも言い換えで前置詞の to を使ったわけですが、実は動詞によっては for を使わないといけないものもあります。で、その識別をしっかり皆さん分かっておかないといけません。では皆さん、ここで問題です。6つ問題を用意したので、to と for どちらかね、正しいものを空欄に入れてみてください。
バイヒトモノ、ショーヒトモノ、クックヒトモノ、ティーチヒトモノ、ファインドヒトモノ、メイクヒトモノ、これをまあ人と、ものの語順を入れ替えてですね、それぞれどんな前置詞が入ってくるかという問題です。もう少し時間が欲しい方はここで一時停止して考えてください。で、先に答えから言っていくと、バイの場合はバイモノ、フォーヒトで人に物を買うとか買ってあげるという意味です。で、ショーの場合はショーモノ、トゥー人で人に物を見せる、見せてあげるという意味になります。で、クックの場合はクックモノ、フォー人で人に物を作ってあげる、作るという意味で、ティーチの場合はティーチモノ、トゥー人で人に物を教えるとか教えてあげるという意味で、ファインドの場合はファインドモノ、フォー人で人に物を見つけるとか人に物を見つけてあげるという意味。最後、メイクの場合、メイクもの、フォー人で人に物を作るとか作ってあげるという意味になります。で、これなんでこういう使い方ができるのかというのはですね、もちろん丸暗記することもできるんですが、 to と for のイメージの違いから押さえると面白いので、今日はそこを見ておきましょう。 to と for のイメージの違いということで、これらはどちらも前置詞で、で、どっちもですね、どこかあるところに向かうというイメージがまずあります。で、その後がちょっと変わってくるという感じなんですが、 to の場合、まあイメージを図解すると、 A という出発地点から B に向かって B に到着するという感じ。つまり向かうというだけではなくて、ちゃんと着くというところまで含んでいるわけです。一方、for はどうかというと、for のイメージは A から B にこう向かいましたよって、こういう感じなんですね。で、これ B に着くかどうかっていうのは実はわかりません。ですから、単純に B に向かう、こう向かうよということを示すだけで、これ着くという意味までは for は含まないんですね。で、これをですね、ちょっとこう人のイメージに置き換えて考えてみると、例えば A さんと B さんという風に考えた場合、 to の場合はどうでしょうか。 A さんと B さんがこれ線でつながってますから、1人っていうよりもちゃんと2人がつながってる、つまり2人のイメージですよね。で、この2人がつながっている、まあ2人のイメージからですね、実は、先ほどの言い換えで考えるとですね、動詞がそもそも2人必要とか、2人が前提となっている動詞ですね。2人必要な動詞の言い換えに関しては、前置詞の to を使うといいんです。では、for の場合はどうでしょうか。これ for というのは、A から B に向かってはいるけれども、まあ線がこれ繋がってはないですよね。ですから2人というよりもどちらかというと A さん1人、なんかこう1人なイメージです。で、この1人というイメージから先ほどの言い換えでいけばですね、1人でも性質的に OK な動詞に関しては for 使うと思うといいんです。で、この to が2人必要な動詞で、で、 for が1人でも OK な動詞という前提をもとに問題をね、また見てみると、一番の buy というのは、別に買うというのはですね、必ずしも誰かに買ってあげなくても、別に自分のために何か買い物とかもできるわけです。ですから買うという行為は別に一人でも OK ですよね。一人 OK。だから for を使っているんですね。で、逆にこの2番の show はどうでしょうか。show というのは見せるということですから、まあ私がいた場合、これ誰か違う人に見せないといけない。つまりこれ2人必要ですよね。基本的には2人いるはずです。ですからこれは to を使っているんだと思えばいいわけです。同様に3番のクックもですね、まあ、料理を作ったりするのは別に自分のためにも作るわけで、1人 OK ですよね。ですから for。 そして teach というのは、まあ、教えるということですけれども、これも基本的には1人じゃなくて、まあ、自分が誰かに教えたり、もしくは誰かから自分が教えてもらったりというような感じでですね、2人必要な動詞ですよね。ですから2人いるということで、to を使っています。で、 find というのは見つけるというのも、別に自分一人で例えばいい本を見つけたりすることもあるわけで、必ずしも誰かに何かを見つけてあげるという意味で使わないといけないことはないです。つまり1人でも OK なわけですから、1人でも OK ということで for。 そして最後の make
というのもですね、メイクは何かを作るというのも先ほどのクックと同じ、料理をするというのも同じようにですね、別にこれ一人でも OK ですよね。ですから for を使ってあげてるということなんです。今回問題に出てきた send に関しても、 send というのは送るという意味なわけですから、送るというのは基本的に誰か二人必要ですよね。送る側と送られる側が必要です。ですから to を使っていると思えばいいですし、で一番ねベーシックな give に関してもですね、まあ give というのは与えるということで、与えるっていうのは普通は二人必要ですよね。ですから to を使うんだというふうに考えればいいわけです。この to と for のね、言い換えの使い分けですね、これ非常に重要になりますし、そもそも先ほど to と for の根本のイメージの違いを抑えましたけれども、これをちゃんと抑えておくことによって今後もねちゃんと応用が効くようになりますから、まずこの根本の to と for のイメージをしっかり抑えるようにしてください。次に今回の文の中で出てきた単語の中で重要なものについて見ておきます。でまず一つ目はここにあるレズメという単語です。で、このレズメというのはですね、意味としては履歴書という意味になるんでしたね。で、このレズメというのは、まあ、発音も、注意でですね、全く同じ、綴りでですね、動詞として、使うものがあって、それが下のもので、これ、resume という発音になります。上がレズメで、下が resume です。で、意味として動詞の場合はですね、なんとかを再開すると、なんとかを再び始めるというような意味で使われるので、これもしっかり覚えておいてください。次にこの cover letter という表現について見ておきましょう。これは訳自体は単純に cover letter となってしまうのでここには書かなかったんですけれども、意味としては、まあ、先ほどの resume、まあ、つまり履歴書に書ききれなかったですね、自己 PR などを、まあ、追加で書くようなものだと思っていただければ OK です。でこの resume とか cover letter というのは、まあ、職の応募の時にですね、まあ、使いそうな単語なんですけれども、他にもですねここには出てきてないんだけれども、職の応募の時とかに出てきそうな単語についていくつか拾っておきます。例えばですね reference、これはですね、もちろん参照とか言って意味で使われることもあるんですけれども、職の応募とかの際で、使われる用語としては推薦状という意味で、使うことが多いです。言い換えると letter of recommendation ということになりますが、これはですね、自分が一体どういう人間で、どういう能力があるかということについて、第三者からですね、まあ、多いのは、職場、以前いた職場の上司であったりとか、もしくは自分が在籍していた大学の教授とか、そういった方にですね推薦状、まあ、こういう人ですよということで書いてもらうもののことをこれ reference と言います。最後にですねこの単語 portfolio について見ておきましょう。これは訳としては作品集という意味なんですが、でこれは、まあ、今まで自分が作ってきた作品などについて、まあ、まとめたものだというふうに思えば OK です。ということで最後に、全体の訳を確認して終わっておきましょう。 I sent a cover letter with my resume to the company ということで、私はカバーレターを送ったんだ with my resume ですから、私の履歴書とともにカバーレターを送ったんだで to the company ですから、その会社にという意味で取れれば OK です。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.